ダービー伯爵、ダービー伯爵は、イングランド貴族の伯爵位。過去に3回創設されており、現存する3期目のダービー伯爵位は、第2代、スタンリー男爵トマス・スタンリーが1485年に、除されたのに始まる。これまでに、イングランド貴族として3度創設されている。最初は1139年に、ロバート・ド・フェラーズに対して除衣され、6代伯が、 ヘンリー三世に領地を没収されて1279年に没収するまでフェラーズ家保持した。その後、フェラーズ家の財産や1337年に創設されたダービー伯爵の称号はヘンリー三世の子孫が保持したが、爵位保持者がヘンリー四世として即位したため消滅した。そして1485年にトマス・スタンリーに対してョイされ、現在まで スタンリー家が保持している。ダービー伯爵の従属称号に、スタンリー男お及び、プレストンのスタンリー男爵、がある。初代伯の父、トマス・スタンリーが、スタンリー男爵に助されたが、五代伯の死去によって、スタンリー男爵院は保持者不在となった。また二代伯は、1299年に創設された、ストレンジ男爵を相続したが、 これも五大白の死去によって保持者不在となり、ストレンジ男爵位は現在セント・デービズ死者が保持している。一方七大白から九大白は手違いによって1628年に再度創設されたもう一つのストレンジ男爵位を保持していた。白爵くらいの法定推定相続人は、スタンリー・ー・キョウの儀礼称号で称される。 イギリスのダービーステークスは創設者の一人であった12大伯に、ちなんで名付けられ、各国の競馬のダービーもこれに由来する。12大伯は、自身の生産所有馬で一度だけダービーに勝ったが、その総孫にあたる17大伯エドワードは、ダービーを、名馬ハイペリオンなど、生産所有馬で二度制している。白爵家としてはダービーよりも、同時に創設したオークスに縁があり、 1> 第1回に優勝した12大博から第226回、ビジャボードで優勝した19大博まで、通算9勝を挙げている。4世紀にわたるそれらの勝利の記録は、イングランドのマージーサイドにある、ダービー伯爵家の邸宅、ノーズリーホールで、一族の肖像画などと共に展示されている。NHL の優勝杯である、スタンレーカップは、 当時スタンリー一教であった十六大伯が寄贈したことに由来する。ノルマンディの領主でノルマイコンクエストに参加してヘースティングズの戦いに従軍したの息子は1138年ので活躍した功績でスティーブン王によってダービー伯爵位を与えられた。その息子である二大伯はボリック州屋に大衆動員アベを建設した。 その息子である三大博は、ヘンリー二世に対する反乱を起こして、ノルマンディーのカーンで拘束された。彼は後に、第三回十字軍に参加し、アッコンの戦いで戦死した。四大博はその息子のが継承し、五大博はその息子のが継承した。その息子の六大博は、ヘンリー三世に対して反乱を起こしたが捕らえられ、領地と釈位も没収された。 なお六大伯の息子は1299年2月6日に女性られている。この爵位は女系継承でフェラーズ家からデバルー家、シャーリー家、タウンゼンド家に継承されたが、1855年に保持者不在となり、現在までそれは解除されていない。1266年に六大ダービー伯爵、ロバート・フェラーズから没収された。 ダービー伯爵寮は、ヘンリー三世の次男で、ランカスター家の祖である、ランカスター伯爵、エドマンド、通称、クラウチバックに与えられた。その孫である、ヘンリー・オブ・グロスモントは1337年に、エドワード三世から、ダービー伯爵に除された。ヘンリーは1351年に、ランカスター公にも助されている。ヘンリー・オブ・グロスモントの没後。 これらの称号は、娘のブランシュと結婚した、ジョン・オブ・ゴーンと、エドワード三世の4男に相続され、ついで、ジョンの長男ヘンリー・ボリングブルック継承した。ヘンリー・ボリングブルックは1399年に、リチャード二世を撃破して、ヘンリー四世として、イングランド王に即位したため、ダービー伯爵の称号も王冠に、マージされた。の祖は、アダムド・スタンリーまで遡れる。 彼の羊は長く謎であったが、ダービー伯爵家の本家筋で19世紀に廃絶した、フートン荘園のスタンリー順断爵家の文書が20世紀に発見されて、1933年にマンチェスターのジョン・ライランズ図書館に収められたことでその羊の研究が進んだ。その結果スタンリー家は、オードリー家14世紀初頭に二助される家の分流であることが確認れた。 結婚時参金として、ダービー・ジャーのスタンリー荘園、スタンリーを所持していた人物と結婚してこの性を用いるようになった。スタンリー家は結婚を通じて荘園を増やし、合子として力を伸ばしていった。アダムの現存ウィリアム・スタンリーには三人の息子があり、長男、ウィリアムの家系は、フートン荘園を接収する順弾尺、次男のジョンの家系が、レイサム荘園とを接収する。 ダービー伯爵家となる。ジョンははじめ、リチャード2世に仕え、アイルランド統官を務めるなどしたが、ヘンリー・ボリングブルック、ヘンリー4世の多い3月の際にはヘンリー4世に、寝返った。1405年に、イングランド北部の有族が北部とエールズで反乱を、起こした際にはそれを鎮圧し、その功績で、満島の統治権を認められた。当初この権利は一代限りだったが、 翌1406年にはマン島統治権を接収する権利とその王を称する権利を与えられた。その孫であるは、中央政界でも活躍し、アイルランド総督に任命されたり、ヘンリー六世の王室自重長兼財務、長官任命されるなどした。またランカッシャー選出の庶民委員議員として、議席を維持し続けた。百五十六年一月十五日ので、バロンスタンレーとして、 貴族院へ招集された。彼の長男である二代男爵トマスは、マーガレット・ボーフォートと結婚し、バラ戦争におけるボズワースの戦いの際に、ママコのリッチモンド博ヘンリー・チューダー、後のヘンリー七世側についた甲でヘンリー七世によって1485年10月27日に、ダービー伯爵、アール・オブ・ダービーに上された。これは、ウィリアム・シェイクスピアの リチャード3世にも描かれている。初代ダービー博、トマス・スタンリーの長男であるジョージ・スタンリーは、第9代ジョーン・ストレンジと結婚し、妻の権利によって、貴族院に出席した。彼は、父より先に没したため、ダービー伯爵やストレンジ男爵の爵位は、長男のが相続した。この二大博トマスは、ヘンリー・パッセイの初期の宮廷で停心を務めた。 彼の第の1501年に、満刀の王の称号は、労働不満に解消された。二大博の死後は、息子のが三大博となった。彼は16世紀半ばの宗教改革期に、プロテスタント改革派と距離を取ることで、スタンリー家の安泰を図った。1553年に挙行されたカトリックのメアリー一世の、大冠式でもを務めており、チェジャーやランパシャーの統函にもなった。 四大伯は三大伯の息子で、と結婚した。彼女は、メアリー・チューダーの孫であり、以後直系子孫である十大伯までのスタンリー家の、生員は、イングランドの王位継承権を持つことになった。五大伯は四大伯の長男で、1594年に、死去した。彼は当時イングランド王位継承順位が母に次ぐに入れ、死の状況も不可解なものであったため、 イエズス会イによって毒殺されたのだと言われた。彼には女子しかいなかったため、ダービー博爵位は弟のウィリアムが継承した。一方ストレンジ団社区位は女子も継承できるがその場合の優先順位が存在しないため、保持者不在となった。七大博ジェームズは大ダービー博とも呼ばれる。彼は六大博、ウィリアムの長男で1628年に ストレンジ教として貴族院に招集された。これは父親がこの称号も継承していると思われていたためであったが、上記の通りこれは誤りであった。結果、貴族院は1299年ジョイのストレンジ男爵くらいとは別に1628年に新しくジョイされたもう一つのストレンジ男爵位があることにすると決定した。七大白は新京都革命。 イングランド内戦において一貫して、王統派に立ち、領有していた、万島を王統派の拠点としたが、1651年の、ウスターの戦いで、議会派に敗れて捕らえられ、ボルトンで処刑された。万島に残っていた妻シャーロットも議会派に明け渡し、イゴ・スタンリー家は、イングランド共和国で貧困に苦しみながら、筆足せざるを得なくなった。 七大伯とシャーロットの長男が八大伯になったが、両親の許可を得ない結婚と財産確保及び、ノーズリーへの帰還のため共和国と交渉、承認を取り付けたことが、王党派の両親の怒りを買い、父から一時拝着されたばかりか、後に処刑寸前の父と和解、カートとも険悪な関係になり、ノーズリーの屋敷で妻ヘレナと母とのさかいが絶えなかった。 八大博は1659年にジョージ・ブースの王答派の反乱に加わり、共和国に投獄されるが、翌1660年に釈放、王政復興を歓迎しない戦で失った土地の回復などを期待した。ところが、チャールズ2世は、保障を求める人々が社会混乱を招くことを恐れたため、所領回復は実現せず、父を処刑した関係者も処罰されず、 不満を抱えたまま八大伯は、チェシャーとランカシャーの党として、秩序回復に奔走したが、過労が原因で1672年に死去した。ついで八大伯の長男が九大伯となった。1688年の名誉革命で、ウィリアム三世、メアリー二世夫妻が即位すると自流に乗り遅れたため、翌1689年に、チェシャーランカシャー当館を、 ウィリアム三世に任されてしまった。その後所領で私服した末に1702年にウィリアム三世が死去。後を継いだ疑前の案から、チェシャーランカシャー等間復職を許されたが直後に死去。旧大博には、カズオ次女がいたが息子に先立たれたため、ダービー博位は、弟のが継承した。一方、ストレンジ男爵位は、女子も継承できるがその場合の優先順位が存在しないため、 保持者不在となった。十大博は政治家で先祖たちと同様に、チェシャーとランカスターの統監となったほか、中央政界でランカスター工領大事にやを務めた。また1732年に兄の孫からストレンジ男爵を継承したが、十大博には子がいなかったため、1736年に彼が没すると二大博の男系子孫は断絶した。 ダービー伯爵位は二大伯の弟の子孫であるエドワード・スタンディー殉談爵がストレンジ男爵位はジェームズの重帝である第二代アソル公爵ジェームズ・マレーが継承したこの際の所領分割でダービー伯爵家の所有値は大幅に減少したマンシマ都知県もこの時にアソル公爵家へ移っている11大伯を殉談爵家のエドワードが継承したことで 以降、ダービー白尺家はこの称号を一緒に継承していくことになる。また彼は、ダービー白就職前に、ランカシャ選出庶民委員議員を、就職後に、ランシャー党官を務めた。11大白の長男であるは、儀礼称号のストレンジ教で知られる。ただし、ストレンジ男尺の称号は十0大の死と共に、それ公尺家に移っていたので彼は本来、 この儀礼称号を使用する権利はなかった。彼も政治家で、ランカスター工業大臣を務めた。また姓を妻のものと組み合わせて、スミス・スタンリーへ改めた。ジェームズは11大伯エドワードより先に没死したため、ジェームズの息子で11大伯の孫にあたるエドワードが12大伯となった。12大伯もやはり、ランカスター工業大臣を務めたが、もっぱら競馬の世界で有名である。 特にオークスやダービーを創設したことで知られ、前者をブリジット及びハーマイオニによって二度、後者をサー・ピーター・ティーズルによって一度、それぞれ勝利した。13大博エドワードは12大博の長男で、就職前にプレストンとランカシャー選出庶民委員議員となった。また1832年にビッカースタッフのスタンリー、男爵に除された。彼は政治家としては、 控えめな活動に止まったが、動物学者としては大きな活躍をした。十四大伯エドワードは歴代のダービー伯爵の中で最も有名な一人である。彼は十三大伯の息子で保守党の初期に党首を二十二年にわたって務め、その間サン度イギリスの首相となった。東インド会社領インドを女王直接統治へ移行させたり、第二次選挙法改正を行ったことで知られる。 また、競馬のオークスをアイリスの馬種として優勝している。15大博となったエドワードは14大博の息子で、父の下で外務政務次官、植民地大臣、外務大臣を歴任し、ベンジャミン・ディズレイル内閣でも外務大臣を、ウィリアム・グラットストン内閣では植民地大臣を務めた。15大博には子がなかったため、弟のフレデリックが博位を継承した。 彼も保守党の政治家で、戦争大臣、植民地大臣、商務大臣を務め、就職前に、プレストンのスタンリー男爵に除された。また1888年から1893年まで、カナダの総督でもあり、ブリティッシュコロンビア州のスタンレーパークに、名が残されているほか、カナダのアイスホッケーのトップチームに授与される、トロフィースタンレーカップを寄贈した。また、 競馬のオークスを購入したカンタベリーピルグリム及び自ら生産したキーストーンの馬種として2度優勝している。17大伯エドワードは16大伯、フレデリックの息子で先祖たちと同様に政治家であり、馬種であった。彼はデビッド・ロイド・ジョージ内閣で戦争大臣を務めたほか、1918年から1920年まで在フランスイギリス大使となった。 彼の長男エドワードとジナー、次男オリバーも共に保守党政治家で、1938年のネビル・ジェンバレン内閣では揃って入閣している。17大博は競争馬の生産者及び馬種として、一族の中で最も大きな成果を挙げた。1924年自らの生産馬サン酸素 B の、によって曽祖父12大博以来137年ぶりにダービーを勝ち、 その後も、ハイペリオンで2度目のダービーをトボガンとサンストリームでオークスをアメリカ合衆国財務次官オクデン・ミルズと共同で購入したカンタールで外線文章をそれぞれ制している。17大伯は長男よりも長生きしたため、18大伯となったのはその長男のエドワードとなった。第18大伯は日本中央競馬会へ、 ダービー協チャレンジトロフィーの優勝杯を寄贈している。彼には、子がなかったため、白衣は18大白の弟、ヒューの息子エドワードが継承した。当代のダービー白爵である19大白も、小規模ながら競争馬の生産者、馬主として活動しており、生産所有馬ウィジャボードは2004年、曾祖,祖父のサンストリーム以来59年ぶりにオークスを、制した。2005年、 2006年のジャパンカップでは19大博がビジャボードと共に来日している。現在19大博の息子のエドワードが法廷推定相続人となっている。本廷はマージーサイドにあるである。現当主は以下の借位、順段借位を保有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。